こねにゃちは、シンバです。2023年10月のガンプラや30ミニッツシスターズなどの新発売と再販情報、9月17日更新版です。再販予定に関しては、バンダイからの正式情報はなく、ネットの情報によるものですので、ご理解よろしくお願いいたします。アイテム数が多く、長い動画となりますので、2倍速機能や概要欄の作品別チャプターをご活用ください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。2023年10月の新商品は、エントリーグレードが2アイテム、マスターグレード SD を含むマスターグレードが1アイテムの合計3アイテムです。また、ガンプラ以外では、カスタマイズマテリアルが1アイテム、ハイグレードが3アイテム、30ミニッツミッションズ関連が2アイテム、30ミニッツシスターズ関連が4アイテムの合計10アイテムです。2023年10月の再販予定は、ハイグレードが34アイテム、エントリーグレードが1アイテム、リアルグレードが1アイテム、フルメカニクスを含むマスターグレードが1アイテム、パーフェクトグレードはなしの合計37アイテムです。また、ガンプラ以外の再販予定は、アクションベースなどが4アイテム、ハイグレードが2アイテム、30ミニッツミッションズ関連が25アイテム、30ミニッツシスターズ関連が8アイテムの合計39アイテムです。それでは10月新発売のアイテムから早速見ていきましょう。エントリーグレード、ラーガンダム、発売2023年10月、税込み1100円。2023年10月配信予定のガンダムビルドシリーズ10周年記念映像、ガンダムビルドメタバースの主人公機、シール不要で洗練されたパーツ分割により、片部や腰部の模様は組み立てるだけで再現可能。パーツ数を抑えつつも抜群の可動で自由自在にポージングが決められる。ニッパーを使わず手でパチパチと簡単に外せるタッチゲート仕様。エントリーグレード、ビルドストライク、エクシードギャラクシー、発売2023年10月、税込み1210円。ガンダムビルドシリーズ屈指の人気機体、ビルドストライクの2023年10月配信予定、ガンダムビルドメタバースの新機体、パーツ数を抑えつつも抜群の可動で自由自在にポージングが決められる。各所にハードポイントを搭載し、多彩なガンプラカスタマイズを楽しめる。付属するブースターは腕や足にも装着可能。マスターグレード SD、ガンダムバルバトス、発売2023年10月、税込み4290円、全高約 115mm、リアルメタリックグロスインジェクションやリフレクションカットを採用、胴体内蔵の可動軸で左右スインク、前傾、後傾を実現、胸や腕部の動きに連動し、脇腹や肘のシリンダーが伸縮可動、肩アーマー下部引き出しによる中央部装甲の連動展開や、メイスの絵の押し込みによる先端の4枚刃連動展開のマスターグレード SD オリジナルギミックを搭載。カスタマイズマテリアル 3D レンズシールに発売2023年10月税込み528円。立体的な丸いレンズの奥にモールドデザインを印刷したシール。サイズは直径 5mm と 4mm の2種類。カラーはクリアーとブルーの各2色が付属。貼り付けるだけで手軽にボノアイやレンズスコープなど様々な箇所のスティールアップが可能。HG-YF29 デュランダル・バルキリー、マクシミリアン・ジーナスキ、フルセットパック、発売2023年10月、税込み5610円。一部差し替えパーツによる三段変形や、スーパーパーツ着脱、ミサイルハッチ、ゴールドウェーブプロジェクターの展開が可能。ブースターのノズルには、伸縮ギミックを搭載。ゴールドクォーツやキャノピーには、偏光成形を計3色使用し、ネーマーシールは極薄ながら優れた隠蔽性を発揮し、濃い成形色のパーツの上からでも鮮やかなカラー再現が可能。HG-YF29 デュランダル・バルキリー、マクシミリアン・ジーナスキ、フルセットパック専用水転写式デカール、発売2023年10月、税込み770円。YF-29 デュランダル・バルキリー、マクシミリアン・ジーナスキの劇中再現度を追求、バトロイド、ガオーク、ファイターの3形態全てに対応。HG スコープドック、発売2023年10月、税込み2750円。本体の可動域と脚部各所の関節機構により、ローラーダッシュや膠着機構を前腕の伸縮ギミックでアームパンチを再現可能。一部パーツには1パーツで裏側のモールドまで再現した肉厚成形を採用。ターレットレンズは 3D メタリックシールを採用し、左右のスライドと回転が可能。ヘビーマシンガンと各種ハンドパーツが付属。30ミニッツミッションズ、アチェルビー、タイプ A、発売2023年10月、税込み1848円。
30ミニッツミッションズと30ミニッツシスターズの中間のような構造で、双方のフェイスパーツ、腕部、脚部が双方に取り付け可能。付属のサブマシンガンはビームソード部分が分離、頭部のバイザーは差し替えで上下に調整可能。別売りのスピナティアに付属するアーマーをカスタマイズ可能な胸部パーツが付属。30ミニッツミッションズ、オプションパーツセット13、レッグブースター、ワイヤレスウェポンパック、発売2023年10月、税込み1078円。ワイヤレスウェポンパックは付属のジョイントパーツを使用して、既存機体にもカスタマイズが可能なほか、ワイヤレスウェポンパック同士の連結も可能。別売りのアテルビーや、30ミニッツシスターズにも使用できる各種ヘッドアクセサリーが付属。3ミリジョイント、C タイプジョイント、カバーパーツ、マルチジョイントがセットになったランナーも付属。30ミニッツシスターズ、桜木マノ、発売2023年10月、税込み4180円。担保印刷の表情パーツ3種が付属。前髪はパーツ交換で髪飾りのない状態を再現可能。胸元のハートはプラスチックシールでクリアな質感を、スカートは模様をプリントしたシートで波打った形状を表現。一部パーツにはラメ入りのスモーククリア素材を採用。マイクやマイク用ハンドパーツも付属。30ミニッツシスターズ、オプションボディーパーツ、ビヨンドザブルースカイ1、カラー A、発売2023年10月、税込み2420円。桜木窓の素体と同じで、胸元のハートはプラスチックシールでクリアな質感を、スカートは模様をプリントしたシートで波打った形状を表現。一部パーツにはラメ入りのスモーククリア素材を採用。マイクやマイク用のハンドパーツも付属。こちらには大きさの異なる3種の胸部パーツ、長さの異なる2種類の太ももパーツが付属しますが、桜木マノにも組み替えパーツが付属するかは現時点不明です。30ミニッツシスターズ、オプションボディーパーツ、アルファシスターズファンタズム1、カラー A、 発売2023年10月、税込み2420円。別売りの桜木マノや風の日より八宮めぐるヘアスタイル&フェイスパーツセットとの組み合わせが可能。胸元デザインは選択式で2種付属。肌パーツは仕上げの際に金型表面に艶消し処理を施し、光が柔らかく反射。オリジナルデザインのマイクと衣装に合わせた白黒のハンドパーツが付属。30ミニッツシスターズ、オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット、肌の日より八宮めぐる、発売2023年10月、税込み2750円。肌の日より八宮めぐる、それぞれのヘアスタイルパーツと各2種類の担保印刷フェイスパーツのセット、繊細な髪の流れを丁寧に立体化し、ポーズに合わせてなびく動きを表現。衣装のデザインに合わせて髪飾りの着脱が可能。前髪パーツの交換で髪飾りのない状態も再現。ここから2023年10月の再販予定です。HG ガンダム、箱番号191番、発売2015年7月、税込み1100円。片膝立ちやビームサーベルを抜く動作の再現が可能。腰部にマウント可能なハイパーバズーカも付属。HG ガンキャノン、箱番号190番、発売2015年6月、税込み1320円。広い可動域により迫力のアクションを再現。腹部の可動により前屈が可能。かかとは接地性を高める構造を採用。握り手のほかポージングの表情を豊かにする平手パーツも付属。機体番号108、109、203のマーキングシールが付属。HG グフ、箱番号196番、発売2016年4月、税込み1650円。自由に折り曲げることができるヒートロッドと広い可動域により様々なポージングが可能。シールドに収納可能なヒートサーベルをはじめ主要武装も豊富に付属。HG ゴック、箱番号8番、発売2000年3月、税込み880円。腕パーツの差し替えにより水中巡航形態が可能。腕の多関節機構にはボールジョイントを採用し、アイアンネイルや頭部も可動。頭頂部フリージヤード入れ口、腹部ベガ粒子砲入れ口を精密に再現。HG アッカイ、箱番号78番、発売2007年4月、税込み1540円。モノアイはレールに沿って稼働。腕の伸縮はパーツの組み替えで表現。武器は両手のミサイルと右腕クローで、クローは伸縮をパーツの差し替えで再現。第 08MS 小隊に登場した腕用カバーパーツも付属。HG シャー専用ゲルググ、箱番号70番、発売2006年10月、税込み1650円。モノアイは左右に稼働、角はアニメ版デザインで再現。腹部ブロックの上下に稼働ポイントを設け、
上半身の反りやひねりが可能。スカートのパーツ分割に加え、股間軸も可動。ビアスカートや脚部走行の内側にはモールドを彫刻し、武器はビームライフル、ビームなぎなた、シールドが付属。HG、ジャン、箱番号197番、発売2016年5月、税込み1320円。リバイブ版で手首をはじめ、腕や足に二重関節を採用し、ビームサーベルの突き出しなど躍動感あふれるポージングが可能。専用ビームサーベルにはクリアパーツを使用し、専用シールドは細かな色分けを成型色で再現。 HG グフカスタム、箱番号117番、発売2010年11月、税込み1760円。最大の特徴である豊富な武器が付属。ヒートロッドはリード線で再現し、シールドは複雑な分割を再現。手首パーツも豊富に付属。 HGジオ、箱番号36番、発売2002年12月、税込み2640円。フロントスカート裏の隠し腕を再現し、ビームサーベルを持つことが可能。バックパック裏側のディテールも細かく再現。武器はビームライフル、ビームサーベルが付属。HG シュベレイ、箱番号195番、発売2015年12月、税込み1980円。二重関節採用のフレキシブルショルダーバインダーや引き出し式の肘部など、広い可動域で劇中のポージングが自由に再現可能。ビームサーベルのパーツはビームガン発射エフェクトとしても使用可能。ファンネルも付属。HG エールストライクガンダム、箱番号171番、発売2014年2月、税込み1430円。エールストライカーは脱着可能。ブースター部分はフレキシブルに可動。 HG ストライクフリーダムガンダム、箱番号201番、発売2016年11月、税込み2200円。ハイマットフルバーストモードが再現可能。両ブレールガンは前方へはもちろん腰裏へも可動。スーパードラグーンは着脱可能で、連結可能なビームライフルをはじめ多彩な武装も付属。 HG ビルドストライクガンダムフルパッケージ、発売2013年10月、税込み1540円。ビルドストライクガンダムとビルドブースターがセットで登場。組み合わせることでビルドストライクガンダムフルパッケージを再現可能。ビームライフル、強化ビームライフル、大型ビームキャノン、ビームサーベル、チョバムシールドと武器がフルセットで付属。 HG 戦国アストレイガンダム、発売2013年12月、税込み1980円。鬼の面のようなバックパックはシールドとして装備可能。両肩にマウントされた刀は抜刀可能。両肩のバインダーは隠し腕として展開。展開したバインダーで刀を構えたポージングも再現可能。別売りの祭りウェポンを装備することでより重装備に。HG ユニバースブースター、プラムスキーパワーゲート、発売2014年1月、税込み880円。スタービルドストライクのブースター装備が星型エフェクトパーツ付きで HG 化。星型エフェクトを装着したままスタービルドストライクに装備可能。 HG スタービルドストライクガンダムプラムスキーウイング、発売2014年1月、税込み1650円。シールドやライフルなどの武装は展開ギミックとともに再現。ビームエフェクトを取り付けてブラフスキーウイングを再現可能。 HG ガンプラバトルアームアームズ、発売2014年3月、税込み880円。ガンプラをカスタマイズするウェポンパーツとジョイントパーツのフルセット。モビルスーツ接続用のジョイントアーム AB の2タイプ入り。武装は9種、各種モビルスーツやアクションベースへの接続パーツが付属。HG バリュアブルポット、発売2014年7月、税込み880円。シールドの取り付け向きは水平、垂直に変更可能。シールドの突端にはビームサーベルを取り付け可能。シールドグリップは汎用性のある軸で、他のモビルスーツでも保持可能。ジョイントパーツにより様々なガンプラに装着が可能。別売りのハイグレードギャンに装着することでギャンバル感を再現可能。HG ガンダムアメイジングエクシア、発売2014年8月、税込み1980円。アメイジング GN ブレードのほか、新規造形のアメイジング GN ソード、アメイジング GN シールドが付属。アメイジング GN ソードにはビームサーベルを装着可能。対ジュリアン戦での状態を再現する GN ドライブも付属。HG パワードアームズパワーダー、発売2014年10月、税込み660円。多彩な武装と付属ジョイントパーツでガンプラハイグレードシリーズをオリジナル仕様にカスタマイズ可能。
HG ビルドバーニングガンダム発売2014年10月税込み1540円。格闘機ならではのダイナミックなアクションポーズが可能。さまざまな表情の手首パーツや劇中を再現する3種のエフェクトパーツが付属。エフェクトは一部可動式でさまざまな表情をつけることが可能。HG R ギャギャ発売2014年12月税込み1980円。特徴的な丸シールドは可動アームでフレキシブルに可動。付属の前腕接続用パーツで腕に装備することも可能。ビームサーベル、ツインビームソード、ガトリングガンなど各種武装のほか、ビーム部分のエフェクトパーツも付属。シールド先端にはビームパーツ、側面にはビームエフェクトパーツを取り付け可能。HG ゴールデンアームアームズ発売2015年5月税込み880円。パーツの組み替えにより飛行形態から合体形態に変形し、さまざまなモビルスーツに装着可能。一軸ジョイント、二軸ジョイント、ボールジョイントなど各種ジョイントパーツが付属。HG ジャイアントガトリング発売2015年6月税込み660円。組み替え自由自在のジャイアントガトリングで、グリップは144分の1、100分の1の両スケールに対応。 HG 次元ビルドナックルズ各発売2015年7月税込み660円。左右 S、M、L の3サイズ、平手、武器持ち手、拳手の3パターンを収容。写真は各1セット分計18個ですが、実際はさらにもう1セット分の36個が付属します。平手は手首が可動、武器持ち手は 4mm と 2mm の武器グリップと直径 3mm のサーベルグリップを取り付け可能。 S サイズはビクトリーやシード系、 M サイズはスタンダードサイズ、 L サイズは逆襲のシャアシリーズなどの大型モビルスーツに最適。HG 神木バーニングガンダム発売2015年9月税込み1980円。エフェクトを再現する迫力のクリアパーツが多数付属。各部の広い可動域で迫力ある格闘アクションが可能。多彩なハンドパーツで太刀を使ったアクションポーズ、神木ガンプラ流拳法を演出。専用の太刀が付属。ホールドパーツにより腰部への着脱も可能。自由なカスタマイズが楽しめるジョイントパーツが付属。HG 次元ビルドナックルズ丸発売2016年7月税込み660円。左右 S、M、L の3サイズ、平手、武器持ち手、拳手の3パターンを収容。写真は各1セット分計18個ですが、実際はさらにもう1セット分の36個が付属します。平手は手首が可動、武器持ち手は 4mm と 2mm の武器グリップと直径 3mm のサーベルグリップを取り付け可能。 S サイズはビクトリーやシード系、M サイズはスタンダードサイズ、L サイズは逆襲のシャアシリーズなどの大型モビルスーツに最適。HG ウイングガンダムゼロ炎発売2015年3月税込み1980円。炎をかたどった特徴的な武装を再現。変形機構搭載、ネオバード炎モードに変形できる大型剣パイパーカレトグルフのほか、一部新規パーツとなるツインバスターライフル、サーベルが収納可能なシールドが付属。HG トランジェントガンダムグレイシャー発売2016年11月税込み2200円。特徴的な2本のランスはクリアパーツで再現し、別途小型のランスも付属。頭部や肩部など様々な場所にクリアパーツを採用し、インパクトある機体デザインを忠実に立体化。ランナーレスの台座も付属。HG スターバーニングガンダム発売2017年8月税込み1760円。拳パーツは手首が可動するハンドパーツ3種類と武器持ち用1種類の合計4種類が付属。幅広いアクション性のほか、様々な格闘ポーズが躍動感とともに再現可能。ビームライフルは可動式でロングバレル形態を再現できるほか、シールドは分割可能で手持ち用のジョイントも付属。HG ギャラクシーブースター発売2018年2月税込み880円。ストライカーパックシステムにより様々なガンプラに装備可能。最大の特徴である12枚のウイングはそれぞれが独立稼働し、多種多様なシルエットを演出。ジョイントパーツと専用ディスプレイベースも付属。HG ガンダムエアリアル発売2022年10月税込み1430円。シールドは11のビットステーブに分離して機体各所に接続可能。シェルユニットはインモールド成形パーツやクリアパーツとの組み合わせによる再現で、発光状態と非発光状態の選択式。粘着面に絵柄が印刷されたダブルサイドシールは透明パーツの内側から貼ることで透明感と奥行きを再現。HG ダリルバルデ発売2022年12月税込み2090円。
クリアパーツとシールの重なりでシェルユニットの輝きを表現。肘から先の付け替えで手首にビームパーツを取り付け可能。ビームジャベリンは分離して使用可能。ディスプレイ用台座も付属。HG ガンダムファラクト発売2022年12月税込み2090円。下タブはバックブースター展開ギミックを搭載。腕部走行の展開でビームサーベルのグリップを格納でき、足先も折りたたみ可能。クリアパーツと成形色シールによりシェルユニットの輝きを表現。大型ライフル左手の平手状態、ビームサーベルが付属。HG ガンダムキャリバーン発売2023年7月税込み2200円。インモールド成形により胸部シェルユニットとアンテナの虹色の輝きを再現。ガンビットは別売りの水星の魔女ウェポンディスプレイベース2セットと組み合わせてディスプレイ可能。メインウェポンとなる長尺の蛍光火器、バリアブルロッドライフル、白いエスカッシャンと本体ディスプレイ用の台座が付属。エントリーグレード RX78-2 ガンダム発売2021年5月税込み770円。少数パーツながら抜群の稼働でパーツを組み立てるだけで完成。塗装はもちろんシール貼りも不要。ニッパーを使わず手でパチパチと簡単に折れるタッチゲート仕様。部位ごとにまとまったランナー配置、塗装や筋彫りの練習のための王道キット。RG ニューガンダム発売2019年8月税込み4620円。肩部と腹部にはジョイントが内蔵されておりフレキシブルに稼働。腰部ジョイントがブロックごとに細かく稼働し脚部の稼働範囲を拡大。脚部には各関節の稼働と連動して走行がスライドするマルチリンクギミックを搭載。大きく膝を曲げたポージングも自然に再現。ルメカニクスガンダムエアリアル発売2023年4月税込み4180円。フルメカニクスは100分の1スケールでハイグレード並みの組みやすさとマスターグレード並みのディティールを実現するブランドです。シェルユニットはメカニカルな造形とメッキパーツで発光を表現。脚部はももが膝の動きに連動、つま先は分割構造により自然な設置を再現。シールドは11のガンビットとして展開して機体各所にも接続可能なほか、プラモデルオリジナルギミックも搭載。別売りの水星の魔女ウェポンディスプレイベースも使用可能。アクションベース1ブラック発売2006年1月税込み605円。アーム部分が伸縮し高さ調整が可能。ジョイント基部の角度調整が可能。ジョイントパーツは根元より取り外して水平方向に回転可能。ベース同士を複数連結することで自由度の高い飾り付けが楽しめる。多彩なジョイントパーツも付属。アクションベース2グレー発売2007年7月税込み495円。144分の1スケールに最適なサイズ感でメカモールドの入った台座は連結可能。キットを取り付ける支柱は高さや向きの調節可能。アクションベース1とも連動、支柱を取り外しアクションベース1にジョイント可能。アクションベース6クリアカラー発売2022年10月税込み660円。144分の1スケールや30ミニッツシスターズなど小柄なプラモデルのディスプレイに最適で2セット同梱。3本組の支柱パーツが2セット付属。先端は軸接続のジョイントと C 型アームの選択式。カスタマイズマテリアルチェーンパーツマルチジョイント発売2023年3月税込み660円。 HGYF29 デュランダル・バルキリー早乙女アルトキ発売2023年8月税込み4400円。一部差し替えパーツによる三段変形が可能。肩脚部のミサイルハッチは展開、シールドにはナイフを格納可能。フォールドクォーツやキャノピーには偏光成形を計3色使用し、ネーマーシールは極薄ながら優れた隠蔽性を発揮し、濃い成形色のパーツの上からでも鮮やかなカラー再現が可能。HGYF29 デュランダル・バルキリー専用水転写式デカール発売2023年8月税込み770円。 YF29 デュランダル・バルキリー早乙女アルトキの液中再現度を追求。バトロイド、ガオーク、ファイターの3形態全てに対応。30ミニッツミッションズスピナティオ戦国仕様発売2021年4月税込み1408円。ビームライフル、太刀、武者アーマーなどが付属。30ミニッツミッションズエスポジットベータ発売2021年10月税込み1408円。30ミニッツミッションズスピナティアコマンド仕様発売2022年3月税込み1408円。30ミニッツミッションズレベルノバクリーン発売2022年4月税込み1518円。
30ミニッツミッションズボルパノバタンクバージョン発売2023年5月税込み1628円。タンク形態に変形が可能。変形工程にはロック機構を搭載し、変形後のシルエットも安定。カスタマイズのアレンジで人型と車両型の中間形態も表現可能。武装はバズーカとシールドライフルが付属。30ミニッツミッションズエグザビークルエアファイターバージョンホワイト発売2020年5月税込み858円。30ミニッツミッションズエグザビークルタンクバージョンオリーブドラブ発売2020年7月税込み858円。タンク形態のほか各機体と組み合わせてビークル形態を再現可能。30ミニッツミッションズエグザビークルアタックサブマリンバージョンライトグレー発売2020年11月税込み858円。30ミニッツミッションズエグザビークルスペースクラフトバージョンパープル発売2021年2月税込み858円。組み替えで高校形態にも変形可能。ベースパーツが付属。30ミニッツミッションズエグザビークルキャノンバイクバージョン発売2021年6月税込み858円。30ミニッツミッションズエグザビークル装甲突撃メカバージョン発売2022年10月税込み1078円。30ミニッツミッションズオプションパーツセット1発売2020年2月税込み660円。キャノン砲レールガンミニガンサーチライトサイドアーマー追加スラスター爆発反応装甲各種ジョイントが付属。30ミニッツミッションズオプションパーツセット2発売2020年3月税込み660円。ロケットランチャースタイルポッドスモークディスチャージャー追加ブースター爆発反応装甲サイドアーマー脚部延長パーツフック各種共通ジョイントが付属。30ミニッツミッションズオプションパーツセット3発売2021年3月税込み660円。30ミニッツミッションズオプションパーツセット4戦国アーマー発売2021年4月税込み660円。蛇腹ユニットや各部アーマーなどが付属。30ミニッツミッションズオプションパーツセット9大型ブースターユニット発売2022年8月税込み858円。30ミニッツミッションズオプションパーツセット10大型プロペラントタンクユニット発売2022年11月税込み968円。30ミニッツミッションズオプションパーツセット11大型キャノンアームユニット発売2023年1月税込み968円。30ミニッツミッションズカスタマイズウェポンズ戦国兵装発売2021年5月税込み550円。やや弓や中継ユニット太刀小太刀とそれぞれの鞘ライフル類や水雲なども付属。30ミニッツミッションズカスタマイズウェポンズガトリングユニット発売2022年6月税込み660円。30ミニッツミッションズカスタマイズウェポンズミリタリー武装発売2022年9月税込み550円。30ミニッツミッションズマルチブースターユニット発売2019年8月税込み660円。レッグユニット左右のマルチブースターユニット30ミニッツミッションズアームユニットライフル大型クロー発売2019年9月税込み660円。アームライフルと大型クローのセット。30ミニッツミッションズボルタノバ用オプションウェポン1発売2019年7月税込み550円。中型ビームライフルガトリングガンパーツのほかアックスナイフランスのパーツが付属。30ミニッツミッションズシエルノバ用オプションウェポン1発売2020年9月税込み550円。スナイパーライフルガトリングハンドガン大型アックスソードメースクナイシールドバックパック各種ジョイントが付属。30ミニッツシスターズリシェッター発売2021年8月税込み2530円。リシェッタ本体のほかフェイスパーツは担保印刷の3種類が付属。腕部クローを中心とした武装も付属。30ミニッツシスターズティアーシャ発売2021年9月税込み2530円。ティアーシャ本体のほか担保印刷のフェイスパーツは3種類が付属。剣や盾を中心とした武装も付属。30ミニッツシスターズオプションパーツセット7イビルコスチュームカラー A 発売2023年3月税込み1650円。胴体部のオプションボディに加えパープルのミディアムヘアスタイルパーツと角パーツ
さらに無印刷のフェイスパーツと頭部パーツもそれぞれ2つずつ付属。サーティーミニッツシスターズオプションパーツセット9コマンダーコスチュームカラー C 発売2023年9月税込み1650円。胴体部のオプションボディに加え、パープルのミディアムヘアスタイルパーツとヘッドギア、インカムパーツ、さらに無印刷のフェイスパーツと頭部パーツもそれぞれ2つずつ付属。サーティーミニッツシスターズオプションパーツセット10ビーパーアーマー発売2023年9月税込み880円。大型の鎌ハサミであるシザー剣がセットになった武器セット。シザーは分離して2本の刀としても装備可能。大型剣の刀身は接続ジョイントを使用することで尻尾アーマーとして背部に装着可能。シリーズ共通の汎用ジョイントランナーも付属。サーティーミニッツシスターズオプションフェイスパーツ表情セット後カラー B 発売2023年7月税込み1397円。ギアーシャやアルカカルティと同じ肌の色の表情パーツ3種が付属。瞳、眉、チークなどは担保印刷を採用。シーンに合わせた表情の付け替えを楽しめ、同じキャラクターでも大きく印象が変わります。サーティーミニッツシスターズオプションフェイスパーツ表情セット6カラー C 発売2023年7月税込み1397円。ブルチェやシアナーマルシアと同じ肌の色の表情パーツ3種が付属。瞳、眉、チークなどは担保印刷を採用。シーンに合わせた表情の付け替えを楽しめ、同じキャラクターでも大きく印象が変わります。サーティーミニッツシスターズオプションヘアスタイルパーツボリューム4全4種発売2022年3月税込み660円。ブラウンのショートヘア、ピンクのミディアムヘア、イエローのロングヘア、ホワイトのロングヘア。以上、2023年10月新発売13アイテムと再販76アイテムのご紹介でした。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃんねー。